蝦夷地を探検し、札幌を北海道の中心と定めて早2年、まだ幼い明治天皇の教育係をしておったわしに、新政府から次の指令が下った。任されたのは秋田。初代秋田県県知事としてわしが赴き、初めて目にしたものは、新政府の新しい国づくりに取り残され、貧しさに苦しむ秋田の民の姿であった。秋田のために、民のために、わしが真っ先に目をつけたのは八郎方。あの方は干拓ができる。我がふるさと左岸町が有明海を干拓して、どんどんどんで田んぼば増やしたこと、あの八郎方は干拓して、どんどんどんで田んぼば増やすばい。おいはみんなと、金はなんとかすっけ、金はなんとかすっけと約束して、予算獲得のために東京中を走り回っておった。ちょうどその頃、わしら佐賀の者たちは皆が皆新政府内で重要な役割を担っておった。江藤新平は司法卿となり法律を作り、大木高等は文部卿、教育制度を整えた。佐野常民先生は日本で初めての万国博覧会を大成功に収め、あの八太郎こと大隈重信、日本の暦を旧暦から新暦に変え、さらには日本のお金の単位を円と変え、さらにさらに日本全国に鉄道を敷くという大事業を同時進行で行っておった。そんなこれから新しい国を作っていくぞと皆が慌ただしくなっているさなか、このわし第三代外務卿副島種上のところへ前代未聞の大事件が舞い込んだ。舞台は開港して間もなくにぎわいを見せる横浜港にほど近い一角。夕暮れ時になり、何やら人気も途絶え、そこはかとなくもののけの雰囲気がする、そんな場所。時は明治5年、鍋島直政公がお亡くなりになってちょうど1年後、亡くなった者がこの世に帰ってくるお盆の頃であった。幕末維新佐賀の八賢治おもてなし隊によります歴史寸劇、ありがとう。あ、始まり始まり。金の仲間ってか、新政府も金の仲っちゅうことがよう分かったばい。それにしてもさ、あの大蔵省の井上なんちゃらって言うと、思い出しただけでも腹ん立つ。湖を、埋め立てる。そんな金がどこにある。だいたい佐賀の人間はいらんことに金を使いすぎる。学校を作るための金をくれ、法律を作るための金をくれ、大木屋江藤に言っとけや、大蔵省はそれどころじゃないと。だいたいそんなに金が欲しいなら、大隈重信にでも泣きつけや、あいつが日本のお金を円に変えたせいで大混乱を巻き起こしとるんだろうが。あーくそ、はかいか、もうばってさ、もう仕方なかけさ、言われた豪と大隈重信が頼ってこの横浜まで来たよ。来たばってさ、国づくりは人づくりばねえ。佐賀の人間なら誰でも分かった言葉さ、新政府の連中なんの分かっとらん。もう鍋島の殿がもし生きておられたら、どんなに嘆かれることか。殿、殿、
おい、大丈夫か。殿！あ、いや、なわけないか。おい、どうした、どうしたんじゃ、どうしたんじゃ。お、わ、びしょ濡れじゃ。うわぁ、すごい傷じゃ。熱も持っとる。おい、誰にやられた。いや、それより、今は何とかせな。これじゃ、これじゃ、秋田の薬、熊の肝じゃ。よし、これで、これで元気を出せ。ほら、口、あーんって、あーんって開けて、はい。ほら、痛い。あ、むせた、むせた。これじゃ、むせた時はこれじゃ。秋田の薬、龍角散じゃ。五本といえば龍角散って昔から言うもんな。よし、じゃあこれじゃ。これを飲んで、これを飲んで。あ、そうか、元気になったか。あ、立てるか。あ、そうかそうか。あ、よかったよかった。あ、お主、名前は何と言うんじゃ。あ、そうか、言葉が不自由なのか。そしたら、あ、身振り手振りでいいから教えてくれ。大隈重信、知っとるか。大隈も知名度はいまいちだな。じゃあ、駅、駅は知っとるか。あ、いやいや、駅じゃ。ほら、地面の上にさ、こう2本のこう鉄の棒が敷いてあって、その上に黒い鉄の塊が乗っかっとって、その黒い鉄の塊にはこう車輪がついておってな、蒸気の力で動くんじゃ。蒸気機関車ってな。その大隈重信はこの蒸気機関車を日本中に走らせようとしておるんじゃ。いや、蒸気機関車じゃ、知らんのか。ほら、ポーッシュ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 ッって動く、あれじゃ。何をそんなに怯えておるんじゃ。しかし、見れば見るほど殿そっくりじゃな。え、いやいやいや、あの、鍋島直政公っちゅうてな、わしが仕えておったお殿様なんじゃ。蒸気船を作り、国を強く、そしてこの国の民が安心して暮らせるようにと考えておられたんじゃが、去年亡くなってしもうてな。大隈が、あの八太郎が、もうすぐ日本全国に蒸気機関車を走らせますよ。それを知られたら、どんなにか殿は、どんなにか殿はお喜びに。あ、意外が。大隈じゃ、大隈のところにいかんばいか。最近ね。せびると、いやいやいや、持たんてんそがん。わしは金ば欲しかけんが、大蔵省まで。そが、殿そっくりの顔で言われたらさ、なんとかせんばいかんって思うやん。お年玉のあまりのあるかもしれない。お年玉よろしく。なになに、なに、ああ、あ、お主、腹が減っとんのか。あ、これ腹が減っとんのか。飲まんしゅうか。そうじゃ、大隈のところに一緒に行こう。大隈なら飯ぐらいは食わせてくれるじゃろ。あ、大隈のところに一緒に行こうな。あ、行こう行こう、よし、行こう行こう。
その暗き船底には騙されて連れてこられた秦国の者たち200名以上、船員たちの殴る蹴る鞭で打つところを我目撃せ。秦国人の魂と聞く長い髪も無残に切り落とされ、絶叫暗き船底に響き渡る。その船、南米はペルーの船マリアルス号。今日本政府が見逃せば、秦国の者たちこのまま奴隷として売られていくこと確かない。貴殿の手で速やかなる処置を求め願わん。貴殿の友、英国公使代理ロバート・ワトソン。いや、しかしこういうことを裁くのは本来ならば司法教、そう、江藤の仕事。いや、待って、江藤は法律作りで一月は寝とらんと聞くし、どうしたものか。コンコン、大ちゃん、ジローさん。ジロー、ジロー、昔、うわ、あや、ダンジョンさん、ヤッホー。いやいやいや、どがん人ですか、こんなとこまで来て。うん、実はな、カクカクしかじかというわけなんじゃ。ああ、秋田で金が必要になって、それをもとに新政府大蔵省大熊と訪ねていったと、そういうことですか。よう分かったな。いや、大熊は連れ仲よ。そりゃさ、飯は食わせてくれたよ。待って、お金の話になったらさ、お金ならないんで、あるんで、あるんでよ。しかし我が輩にはここがあるんで、あるんでやーって、中とかあるとかよう分からんちゅうね。いやいやいや、八太郎らしかな中ですか。で、結局さ、お金が中っていうことが分かってさ、次郎さんところならほら、いとこ同士やん、はあ、ね、なんとかしてくれんかなって思っちゃったりして。パカ。ああ、なるほど。わしんとこ、はい、外務省に。はい。ああ、なるほど。いいところに来ました。外務省代は金は持たんです。やっぱりな。持たんです。くっそ。予想通りやっか。来て損した。いや。今どこでも厳しかったですよ。ああ、なんで値上がりしたもんな。弁当もなんか50円だ。そうやろ。な、もうな、ラーメンもな、もう軒並み30円値上がりしても。まあ、どこも厳しかったですよ。ああ、もう、年度を始めやんか。退職金ある人なんか貸してくれ。なあ、ダメか。そうか。横浜で拾うてきたんじゃ。拾うた。おう、言葉も不自由やし、はあ、でなんかこうお金も持たんごた感じやろ、はあ、で、とどそっくりやけ捨ておくわけにもいかんけさ、はあ、このまま秋田まで連れて帰ろうでもってな。さようでございますが、うん、いや、確かに、いやまずかな。小中学生ならば、進級祝いとかでいろいろもろうたってなかろうか。かり、どないした、次郎。なんか深刻そうな顔してる。ああ、いえ、何も。あ、いや、谷野さん、この手紙、ちょっと見てもろうてよかですか。以前から親しくしておるロバートという男からの手紙です。たくさんの秦国の人たちが苦しめられておるようなんです。ペルー船マリアルス号。はい。紙ば切り落とす。はい。なしてそげなことがすると、
秦国には古くからこのような言葉がございます。秦体八部、これを父母に行くあえて起床せざるは業の始めなる。どういう意味なんじゃ。あ、これはですな、身体発、まあ、つまり皮膚から髪の毛に至るまで、両親からいただいたものはそれはそれは大切なもの、決して傷つけてはならんという、まあ秦国の者たちにとっては師匠御教などよりも古く大切な教えなんです。はあ、さすがは次郎じゃ、何でもよう知っとるの。いや、そんなこと。で、そのマリアルス号の者たちはそのことを知らなかったんじゃろう。いえ、知っておるはずです。いや、分かっておるはずです。秦国の人たちは命がけの抵抗をしておるはずですから、知っていて分かっていてなお相手の最も大切にしているものを傷つける、尊厳を傷つける、そのようなことは絶対にあってはならんことです。次郎、マリアルス号とやらは今どこにある。今船の故障で横浜港の沖に停泊しておるようです。いや、これをさばくのは本来ならば江藤の仕事、それに江藤だけではなく政府内からもいらんことに手を出すなと反対の声も多いのです。次郎、声はお前が千万、長崎で国際法を学び秦国の事情にも明るいお前しかおらん。バタン、それは次郎、困っている者を助ける、それが追い立ち左官門の気概だろうが。左官気概、確かに。おいは何番を忘れとったでやろうか。おいたちはそう、司法卿外務卿、そらんことは言う前に左官門でした。うん、義を見てなさざるは言うなきなりばい。秦国の人たちは解放すとは当たり前さ。確かに殿はいつも弱っておる者、困っておる者のそばにおられました。次は俺たちの番ですね。うん、次郎、頑張るんじゃ。頑張って秦国の人たちを解放して、秦国の人たちの誇りと、そしてわしら日本人の誇りを取り戻すんじゃ。はい、うん。何をさん、どうされた。どがいしたと、あなた、まさかマリアルス号から。そうか、そうだったのか。違う、そっと分かればこの人はお前に任せる。頼んだぞ。はい、任せてください。次郎があなたを必ずふるさとに返してくれるからね。ね。よし、そうと決まればおいは自分の仕事に戻るがい。秋田のために、民のためにここで諦めてなるものか。もう一度大蔵省に掛け合ってくる。次郎、お前の仕事の成功は秋田で願っとるばい。元気でね。元気でね。最近ね、最近ね。次郎、最近だ。はい。さあ、もう大丈夫です。ああ。心配し、名誉ね、社員。もう誰も。あなたを傷つけることはありません。シシさあ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 、前を向いて、しっかり向いてください。
しておると本当によう殿に似ておられる。いや、我らの殿はな、あいつもそうやってしっかり前を向き歩んでおられた。殿、わしらは今あなたのようにしっかり前を向き歩んでおります。江藤も大木も佐野先生も大熊も旦那さんも、そして私も。その後、副島忠臣は多くの反対を押し切り、ついにこの一件に関する全権を太政大臣三条実美から任されることとなった。副島忠臣は自身の持つ豊富な海外の人脈を大いに駆使し、ついに日本初の国際裁判を勝ち取り、ペルー戦マリアルス号にいた中国人全員を解放することに成功した。まだ西洋に奴隷制度が残っていたこの時代に、副島忠臣は日本の人道主義を世界中に知らしめたのであった。弱っておる者、困っておる者のそばにいること、それが大切だ。そのことを教えてくれたのは殿、あなたです。ありがとう、本当にありがとうございます。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、ありがとう。本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。物語の中にありましたように、副島忠臣は日本で初めて国際裁判を戦って、この清国の人たちを解放し、解放したというのは紛れもない実は史実なんでございます。で、このマリアルース号事件、歴史の教科書等にはマリアルース号事件、マリアルース号事件などと記されておりますが、それが明るみになるきっかけになったのが、実はその船から命からがら逃げてきた清国の人がいたそうです。これも史実。ただその逃げてきた人が直政子に似てたかどうかは皆さんのご想像にお任せします。我々はこのように、なかなか歴史の教科書では深く知ることのできない、歴史的な史実をお芝居という形で皆さんに分かりやすく見ていただくという活動を、この佐賀城本丸歴史館をお借りして、実は我々の活動も丸々10年続けてこれております。これも一人に見に来てくださるお客様、たまたま足を止めて最後まで見てくださるお客様のおかげでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。